誰もいないのです。中の様子を見てみようよ。これじゃ中がよくわからないね。どうしようか。ここから中に入ろう。匂いがするのです。朝ごはんかな。ここはいつも朝は和食です。お味噌汁にご飯じゃないと朝が始まらないのです。それにしたってなんでこんな風に朝食が散乱しているんだ。
誰かがここで飯を食べようとして急に癇癪でも起こして当たり散らしたとか。こういうおしゃれで洋風な朝食はきっとしーちゃんのお手製なんじゃないのかな。この匂い、ご飯の匂いなのかな、かな。俺、他の部屋も探してみる。これ、何かな、ケイチ君。どうして、どうしてこんなことに。なんでだ、なんでだ。レナ、レナ。レナ、落ち着け。レナ、どうして、どうして、なんで二人が死ななくちゃいけなかったの。なんでしーちゃんが、どうしてさとこちゃんまで。いや、認めない。レナはこんなの認めたくない。遅かったのです。
リカちゃん、それどういうことだよ。ケイチ、これは決まっていたことなのです。誰が決めたんだよ。これが、お社様の、たたり。そんなはず、ない!お社様のたたりなんて、ありえない。たたりのふりをして誰かが殺したに決まってるじゃないか。なあレナ。レナ、お前ひょっとして心当たりがあるのか。知らない。知らないけど、レナは絶対に許さないよ。綿流しだからって、お社様のたたりだからって、こんなことをしていいはずがない。絶対に許さない。絶対に。レナは絶対に許さない。殺してやる。殺してやる。絶対に殺してやる。こんなことした連中を絶対に殺してやる。期待していたけど、結局また。もういいわ、バカバカしい。